こんにちは、アンリパフィールドスタッフ小町です。今日はですね、ナマズ釣りということで、境川にやってきました。でこの境川っていうのは、藤沢市と横浜市を流れる、河川でして、僕は数年前からこの川でナマズ釣りをやっています。で全体的な傾向として、シーズナルお話しすると、だいたい3月ぐらいから僕はこの川でナマズを始めるんですけど、プリの個体ですね、淡水魚なので春の探し方としてはやっぱりスポーニングっていうのをちょっと意識するんですけど、3月4月っていうのが、プリの個体を狙っていきます。で今ちょうどゴールデンウィーク付近で、ポストスポーンから、ドアフターの個体っていうのが多くなっていて、正直ちょっと釣りにくいなっていうのはここ数日間で、感触として得てるんですけど、そんな感じですね。でこれから、梅雨時期を迎えて、また夏にかけて今度アフターの個体っていうのが、荒食いに入りますので、そんなタイミングで、釣りをしてみようかなと。で希望としては、この日照時間デイの時間帯で1本出したいなと思ってるんですけど、メインは普段ナイトゲームでやっているので、ナイトでも出ればいいかなと、そんなイメージでいますので、ぜひよろしくお願いします。今日上に来てきたんで、あれの洗い出しいいからできて、水力じゃないんで、水がバーって動いてるんで、着水でよりアピールできるようにビッグウェイで洗い出し、
盛りは。でけえ。と思います。と思います。あ、でもヘッドでも使った。あマイキーのヘッドスタート、かなり見せましたよ今。どんな感じだったんですか今のは。まあ流れの下手にいて、まあ、ちょっと怪しい影が見えたので、それをまた越して頭の上通過させた時に、なんか下で動いたような気がして、そこで止めて、ちょっとアクション入れたかな、ちょっと覚えてないですけど、まあ、巻いてそのままやり過ごしてしまうと多分追っかけてこないようなイメージだったので、まあ、その場にステイさせながらうねうねさせる。でこの時に、チッターバグとかノイジー系だと引かないとアクションしないんですけど、そのジョイントベイトのいいとこすごいです。止めといてもデッドスティッキングでうねうねしてくれるので、それ活かして、でじっくり見せて見せて見せて、ゆっくりつまんだみたいな、そんな感じですね。一回、はい、今ようやく一本取れたんですけど、まあ、こういう魚がいるんですよね。一応まあ、やり方的には、川の上流側から歩いてきてて、まあ、変更してるんですけど、まあ、水中の状態があんまりよく見えてない状態だったんですね。でもそれでいてもなんか変な影が見えたなと。でこれナマズなんじゃないかなということで一応入れました。でその時に、まあ、完全ダウンクロスになったんですけど、まあ、ノイジータイプのルアーだと、ダウンクロスなので暴れてしまうので、最近こういうジョイントタイプのルアーですね、これジャッカルのマイキーの115っていうやつなんですけど、これを巻いてきました。で頭の上に差し掛かった付近で、まあモヨーンって影が見えたので、一応その影に何だろう、長くアピールできるようにデッドスティッキングでうねうねさせた、そんな感じですね。で見せてやって見せてやって、で何秒あったかな、瞬発的にボコンと出るっていうよりはゆっくり下から上がってきて、ゆっくりついばんだと、そういうような感じでしたね。でジョイントタイプのルアーだと、まあ、だいぶ巻かないとアクションしてくれないんですけど、ジョイントじゃない、ノイジータイプ、ノイジータイプのルアーだと巻かないとアクションしないんですけど、まあ、こいつはデッドスティッキングができるので、まあ、それを活かして食わせに至ったと、そんな感じですね。ありがとうございます。じゃあリリースしますね。出し場が2メーター3メーターあるので、投げちゃうとダメージになると思うので、カゴで返します。来ましたね。 OK、
ですけど、この時期ちょっとオープニングでも話したんですけど、スポーニング絡みの時ってガンガン餌を追っかけて、アクティブにチェイスしてバンバンと出るイメージが少ないですね。そういう時にやっぱこういうルアー、最近ドリフトでよく使うんですけど、まあ単純にこう U 字ターンをして釣っていくんですけど、まあ、この時にダンクロスが入ったら実はあんまり巻いてないんですよ。であそこのシャドウから流進に入ってしまったら、まあ、手止めてもあんだけアクションしてくれるんで、よりスローにアプローチできるっていうのがこの手のルアーの強みかなと思ってるんで、ほんとこの時期強いんで使ってみてください。まだなんかあんまり生釣りではメジャーになってないジャンルのルアーだと思うんで、ものすごい危険。